村井さんおい,おい,いやあの本んに僕村井さんのことちょっと勘違いしました本末マすませんでした何やねんいやなんかお前もそんな無駄話する方仕事せんやお前お前の制度でどんだけこっち仕事多いの多なってる思ってんねんいやそうやって日々こうやって会社でなんか厳しく言われるのがなんやねん正直僕最初めちゃめちゃ嫌やったんですよなんか、うん、ごめんなさい逆恨みというかクソッと思ってたんですよ でもそれって僕を成長させるためだったんですねいやお前さお前そんなんもうええから仕事せな <laughs> うんいやほんまにほんまに嬉しいです何かこの何が嬉しいのいやいやもうほんまに僕に文句ばっかり言ってこのストレス解消してるだけちゃうんかと思ってたんですけどなんや家ではなんかね可かわいい後輩やみたいなこと言ってくれてたんでも<う>ほんまにそれでもうホッとしましたほんま ありがとうございます。なんか。いや、俺な。期待に応えようと思います。仕事する後輩とか部下。はい、ああ、成果出す部下が好きなだけで、なおかつ可愛いと思うだけで、お前みたいな成果出せへん仕事せへん部下。俺、マジ可愛いと思われへんよいや、<あ>なんか、今までと違って聞こえますね。はい。何やねん、ちょち悪いな、いやいや、なんかその、裏でもどうせ僕の悪口めちゃめちゃ言うてんねやろなと思って、家に盗聴器仕掛けさせてもらったんですけど、いざ聞いてみたらなんか、可愛い後輩やとか言ってたんで、なんかなんや、何や 育てるためにこうやって厳しく言ってくれてたんかっていう僕気付かなくてそれにも,、うん、もう自分がもうアホすぎるわと思ってもうもう一回こっから成長します本当に期待に応えさせてくださいありがとうございますほんまにありがとうございます期待に応えさせていただきますなんかこの,あの今ね腐ってたんですけどもう腐らずに精一杯やらせていただきますいや言っとく俺お前なんかそんな可愛い思ってない いや、まあ、今ね、会社ではそうやって、僕のために言ってくれてるんで、ね、うん、はい。家ではね、奥さんに可愛い子を生えて、言ってたんで、それは、それが聞けただけで言うか、そんなもん。ん言うてましたよ。僕、盗聴器仕掛けて聞いてるんですから。それで、それでキハッとしたんですよ。あかん。このままじゃあかんって。いや、なんお前な、そのそんな無駄話でいいから、はい、もう、そうやったら仕事して、はい、成果出せ。 分かりましたああもう今からも仕事一筋で、うん、も今日中にもう盗聴器仕掛けるのを取ってもう仕事一本で生かしていきますほんまありがとうございますえっ、ーはい、盗聴器仕掛けたのはいいつ仕掛けたあ一1か月ぐらい前にどうせぐらいでも悪口言うてんねやろなと思ってたんですけど言ってなかったんで僕なんて自分の心濁ってんねやと思ってすいません本末のえ、じゃまで今から仕事一本で、はい、本日中にあの解除させていただきますい今今すすぐ解除して、はい、本日中に、はい 今は僕ははいそうなんです今すぐお,お前買ってオレンジ調べ込んだあ違違いますはいもちろん業者に頼んでですけどはい全然大丈夫ですも本日中に業者ってどういうことはいあ業者ですはいじゃなくてどういうこと業者ってああ一応なんかこの電気の点検とかそういう業者ですはいに扮したはいなんで今日中にはいあの解除させてい扮されてるやん俺すいませんオレンジはい扮されてるやんめっちゃ怖いやんそんなあ、えー、いやまた扮した人が来るってことやろ ああ、解除しに、はい、僕が指示出しますんで。はい、ほんますみません。なんか。ありがとうございました。お前盗聴器仕掛けんだ。ほんま、ありがとう。ございますな,<あ>なんか、これも愛情なんですよ。お前と。なんか、今までと違って感じます。今までは、いやねん、この人。なんで会社でこんな、もうらく捕まらなあかんねんと思ってたんですけど、なんか。今は嬉しいです。お前なんで盗聴器仕掛けてんなんか。ありがとうございます。な<あ>精一杯やらせていただきます。期待に応えられるよう、精一杯やらせていただきます。<laughs> お前なんで盗聴器仕掛けてん。 ありがとうございます。なんか <laughs>、愛の持ちっすよね。嬉 <laughs> しい。ありがとうございます会社での、えー、僕は昼休憩っていうのを要するね、あの皆さんにね、まあ、なんでこの一、こうなんていうか会社員のこの昼休憩の様子をみんな見なあかんねやと。解除完了。 お願いしますあのー、わかりやすく言うと、ストレートにね、あの、部下が僕の家に盗聴器仕掛けてたんですよ。ぜひ、読んでください。ネタサロン。ネタサロン。集まれ、集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。 みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー